皆さんどうも、ピーマンドウェス。今回対決サクサクセス実況5回目。5回目の今回は、シゲのゴロウと対決していくよ。今画面に能力が映ってますね。ものすごく強い。強すぎるこの男。投手でこれ、野手でこれだからね。金徳は野手投手合わせたら全部で8個持ってますから。史上最強の選手と言ってもいいんじゃないでしょうか。ちなみにこれ僕が作った選手ではございませんのでね。こんなもん作れるか。他の方が作った選手を今使わせていただいてる、シゲの五郎のレジェンド物語という実況シリーズもやってますけど、そのシリーズで使ってるシゲの五郎でございますね。もう能力だけ見たら勝ち目はないような気がするけども、この五郎はですね、変化球を覚える前のシゲの五郎なので、高校野球とかそれくらいかな、青春の頃の多分お話のシゲの五郎なんで、変化球もね、持ってないジャイロボール一つのみ、球速も156ですからね。まあ、金徳はたくさんあるけども、オートペナントで回してみれば意外にも、いい数字は、いい成績は叩き出してこないということも十分にあり得ると思いますのでね。もしかしたら防御率4点台なんて十分にあると思いますよ。まあ回したことないんで分かんないんですけどね。はい、その可能性も十分にあります。今回はこのシゲのゴロウをね、倒していきたいと思いますのでね。で、なあ、先ほど紹介したこの野手の能力なんですけども、今回はですね、あくまでも投手の成績だけを見比べて勝敗を決めていきます。二刀流対決ではないのでね。はい、そこのところ覚えておいていただけると嬉しいです。OK、じゃあシゲのゴロウを超える選手を今から作っていきましょう。今回作る選手はですね、シゲのゴロウはオートペナントで回したい、横浜に入れて回したいと思いますので、僕の作る選手も横浜で作っていきます。で、持ち込みアイテムももう当然じゃ当然ですけど、球速強化カード。これは絶対に必要だね。そしてもう一枚はね、やっぱシゲのゴロウ、スタミナがかなりある選手なので、スタミナ強化カード、この2枚を持ち込んで、シゲのゴロウを超える選手を作っていこう。レッツ対決サクサクセ。ステージ11、やっていこう。初期の能力は H 中と変化量2がついてるね。球速も126と結構速いが、コントロールが G の17、残念だな。おお、いきなり宝箱もあるし、変化球マスもある。最高じゃないですか。踏んでいかないとね。めっちゃついとんな俺。いきなり最高、最高すぎる展開だ。で、こっちも踏んで、踏み踏みして、いろいろ踏んで、お、体力回復、レッツゴー、最高でーす。で、選手にも会いたいんだが、こっち来てくれねえかな。あ、宝箱そっち行ったな。選手かも。お前はもう、合っている。よっしゃ、球速3アップ。133来たよ。いいね。いきなり上がりまくり。で、134で宝箱なんだ。球速超人年かも。スタミナ超人年か。あんまでもいいの40になったしね。これも上げていかないとダメな能力ですから。ほんとヘロヘロになりながらも投げ続ける。それで勝ってきたし、負けてきたのがシゲのゴロウですからね、うん。もう変えたれやっていうくらいにね。投げてますから。さて、ステージ2では選手は2人。赤マスがちょっと多いな、これ。ちょっと邪魔だな。選手かも。誰？伊野か。球速3アップ。137。おええー、139。やばいやばいやばい。もう140届くよ。これ、シゲのゴロウの球速は軽く超えそうだね。この感じで作れればの話ですけど。作れたら軽く超える。もしかしたら、パワープロ最高球速の170いくかもね。おええー、スタミナ D の59来た。これ、ありがとうございます。牽制まで。ただもっともっと必要だね。気分ノリノリ最高じゃないですか。乗っちゃえ乗っちゃえ。What？ は？何見せてんだ？乗れよお前。あっち行けよ。何してんだ？間違った。ボタン押すの間違ったね。無駄な体力使っちまったよ。キャラクターワイワイステージ、無限に出てくるやつか。シンドもいる。トゥーシムかも。ヘイヘイヘイ。シンド君かも。え、なんで逃げんの？何？スタミナ強化カード。まあ、上がるとこまで上がってるんで、もういいか。センキュー。あー、トゥーシムくれない感じね。で、シュートが変化量3になった。宝箱不能。請求超人ね。よっしゃ。あー、選手こっち来いよ。頼むから。おにぎりパネルはどこだ？あ、そこか。取りに行こう。ガンダ、プロ入りカード。あー、チヤホヤね。おい、赤パネル消滅。それはいいや。で、体力7回浮く。こっち来い、こっち来い、こっち来い。ナイス、いいぞ。山口。勝ち運がついたぞ。主人公には大切な能力だね、これは。よし。やる気が下がった。もうこのステージ終わりだ。やばい。スタミナ球速はあるけど、ノーコンピッチャーが完成していってるな。これではダメだぞ。オートペナントで真っ最、コントロール非常に大事ですからね。ちょっとこれはまずい選手を作っちゃってる。脱三振がついたぞ。まあ、シゲノといえば三振も取るからね。三振しか取ってないイメージだけどね。気分悪い。気分そんな急に悪くならない病気だ。請求超人ね。イエス。カネン来るぞ。変化球マス踏みたいんだが。おい、体力超回復。ここに来てのこれはありがてえ。マジで噛み切っとんな。はい、ポーカーフェイス付き。で、
カレンの動きがちょっと鬱陶しいぞ、これ。もう終わるしかないね。最後、スタミナマスんで終わりだな。あ、野球マン来た？どこに来た？近く来い、近くいろ。真横、真横。あそこにいる。カモ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 。合うよ、合うよ、合うよ。え、逃げないで、逃げないで。あ、タル回復。レッツゴー。で、はめれた。レッツゴー。ありがたい。いいとこで来てくれるね、葵ちゃんは。で、体力回復。3飲み会。このステージはもうこれで終わり。さて、最終ステージでもっともっと強くしていきましょう。今、いい感じで作れてる。ただ、本家の球速まだ超えてないからさ。それは超えないとね。来たぞ、最終ステージ。博士がいる！いや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 、でも、関係ねえ。無理だね。ちょっと博士には会えないわ。今、非常にいい選手作ってるからね。じゃあ、スタミナ A の89。この流れで博士に会うことは今の俺にはできねえ。怖すぎるわ。えいっす。あ、博士帰っていったね。グッバイ。会えねえよ、お前には。怖くて会えねえ。しゃ、S の90到達。シゲノも S ありますからね。95くらいあったかな。うわっ、嘘でしょ。おい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 、ここでカレンに目をつけられる。やばいやばいやばい。悪魔の姿変えたぞ。恐ろしいね。ちょっとどっか行ってくれ、頼むから。邪魔で仕方がない。野球マン来てくれねえか。こいつがいると何もできねえ。ちょっとこのまま終わりたくないんですけど、野球マン来てくれ、頼むから。コントロールマス1回でも踏みたいんだ。でも踏めないんだ、こいつがいると。すぐ来るからね。3マスずつ飛ばしてきてるんで取れないよね、これ。うわ、このまま終わり、やだよ。もうこれ、野球マン来いって、マジで。このブスをはめることはできないか。無理だね。あー、もうこれで終わるしかないわ。あー、もう無理だ、終わった。もうなんで邪魔するんだ、ほんと。鬱陶しい。もうどっか行け。臭いんだよ、お前はいつもよ。あっち行けよ。これはあかん。これはシゲの五郎を超えるには何かがいろいろと足りないような気がする。まあ特殊能力全部で4つ。まあ完全負けてますけどね。で、まあ変化量、変化球が全部で4つ持ってますからね。スラーブ、チェンジアップ、スクリュー、H シュート。スタミナ S の93。ただ球速が152、156は俺的には超えたかったので。で、コントロールも D の54でしょ。いろいろと残念な部分はあるけども、まあ、決して悪くはない選手ですよね。オッケー、じゃあ今からオートペナントで回して、シゲの五郎と対決していきましょう。今回はですね、互いに選手を1回回してですね、単年の成績を見比べて勝敗を決めていきます。僕の作った選手からオートペナントで回していきたいと思いますのでね。作った選手は、ローテーション1番手、起用法は関東起用をロックし、1年のシーズン回します。シゲの五郎もこの後同じ条件でいきたいと思いますのでね。果たしてこの対決勝つことはできるか、見ていきましょう。僕が作った選手、1年のシーズン開幕。1年のシーズンが終了したよ。成績オープン。ダダダン、キャーラリゴー。これはとんでもなくいい成績だ。レッツゴー。まあいい能力ですからね。来たこれだね。防御率は 2.35。 素晴らしすぎます。183イニングを投げて9勝9敗。あれ、勝ち運ついてるよね。勝率5割。なんでだ。この防御率で勝ち運ついてて9勝9敗。お前負け運ついてんじゃねえか、それ。多分この勝ち運ペラッと剥がせるね。本当は負け運だよ、これ。おかしいね。2桁勝ててないんかい。山口の方が勝ってるからね。どういうことだ、これ。ね、登板24試合で完封5。すごい数だ。完投10。これも素晴らしい。で、QS18、率は 75%。HQS13 で率は 54.2%。奪三振は130個。6.37。フォアボール45で、基本塁打7本、被安打151安打、ウィップ 1.07 で、このような数字。ちょっとデッドボール多いね。7個。球速い上にデッドボールこれだけ多かったら、ちょっとバッターからしたら嫌なピッチャーだね、これね。抑えられるし、ぶつけられるし。怖さしかないと思うわ。いや、でもとんでもないいい選手を作ることができた。このシリーズでナンバーワンはちょっと言い過ぎかもしれませんけどね。まあ、それくらいいい選手ですよね。こんな数字叩き出すとは思わなかった。ただ本当防御率の割には勝ててないのが非常に残念。こういう選手作った時くらい勝ってくれないと俺は困るんだよ。普段全く勝てない投手ばっか作っとるからね。うん。数字の部分ではものすごくいいです。さてと、これタイトル取ったのか見ていきましょう。どうだ？ベストナインは取れず、ゴールデングラブも取れずで、何も取れてない感じ。上には上がいたな。はい、残念。菅野が強い。まあ、防御率でも山口負けてますからね。
まあ何のタイトルも取れない、これだけの数字を叩き出して少し残念な感じはしますけども、まあこの選手の成績というのはものすごく僕からしたら満足な成績になりましたね。はい、シゲノゴロウはどのような数字を残してくるのかちょっと楽しみだね。この選手十分勝てる選手でございますのでね、これ以上に上行かれることもあるけども、これ以上に下なことも十分にシゲノあり得ると思いますのでね。じゃあ次はシゲノゴロウをオートペナントへ回していきたいと思います。条件は同じです。ローテーション1番手起用法を関東起用でロックして1年のシーズン回していくからね。シゲノゴロウ勝つことはできるか見ていきましょう。シゲノゴロウ1年のシーズン開幕。シゲノゴロウ1年のシーズン終了、成績オープン、ダダダン。わー、防御率 2.70、 これはいい対決になるぞ。防御率見る限りではこっちが勝ってるね。その他の数字ではどうだ。防御率は 2.70、 193イニングを投げて13勝9敗、勝率は5割9分1厘。なんで防御率 2.70 で13勝できてんだ、おかしいだろお前。さっきの勝たしてくれよ俺の投手をね。登板25試合で先発登板が24、1試合中継ぎで投げてるね。で完封が3、完投12、えぐい数だね。 QS18、率は 75%、 HQS12 で率は 50%、 奪三振123個と思った以上取れてないね。率も 5.73 ですから、まあ、ジャイロボール 1球だけでこれだけの数字残してること、それが恐ろしいんだけどね。フォアボール46で、基本塁打5本、被安打157で、ウィップは 1.05 で、このような数字になりましたね。うーわ、これどうだろうね、勝敗難しいよ。防御率では勝ってるけど、その他の数字を見たらね、負けてるんだよな。いや、シゲノゴロウはこのような数字を叩き出してきましたね。予想通り、まあ予想外ではないですね。まあこれくらいは来るんじゃないかなと思ってたんで、まあ、ある意味予想通りでしたね。で、これ野手ではどんな数字なの？野手でこれだけ打ってるよ。やばい、33打点だ、これ。打数だってそんな多くねえだろ、お前。打数は100、いや、でも195打数立ってるんだね。で打率2割7分2厘で、ホームラン5本、打点33打点、OPS は7割2分5厘を。これは二刀流プレイヤーですね。まあ、これを超える二刀流プレイヤーが、このパワープロいるんですけどね、大谷翔平くんですよ。はい、やばい、9割。OPS9 割2分3でホームラン6本ですからね。はい、ゲームのキャラクターを超えていく現実の選手ってどういうことだ。もうわけわかりませんね。はい、シゲノゴロウタイトル取ったのか、まず確認していきましょう。どうだ、互いに取れずあるな。ベストナイン山口、ゴールデングラブ菅野で、あ、残念。互いの選手、いい成績を叩き出しましたけど、上には上がいたね。どっちも取れずという非常に残念な感じになっちゃいました。では、今からちょっと勝敗を決めていきましょうかね。ほんとこれ難しい対決になって、どっちがどっちが上でもね、おかしくない。見る人によっちゃね、かなり分かれると思うんですけど。まずは僕が作った選手から成績振り返りましょう。こちらになりますね。防御率は 2.35、183イニングを投げて9勝9敗、勝率5割。登板24試合で完封後、完投10、QS18、HQS13、奪三振130個でフォアボール45、被安打151安打、被本塁打7本で、ウィップは 1.07 といった数字になりました。タイトルはなしです。そして、シゲノゴロウの成績、先ほども見ましたが、もう一度確認。防御率は 2.70、193イニングを投げて13勝9敗、勝率は5割9分1、登板25試合で完封3、完投12、QS18HQS12 で奪三振123、フォアボール46で、ウィップは、申し訳ない、被安打157安打、被本塁打5本でウィップは 1.05 で、シゲノゴロウもタイトルはなし。こうやって数字を見比べればね、防御率ではこっちの方が勝っている。イニング数では、まあ、約10イニングの差があるよね。で勝利数ではシゲノゴロウの勝ち。どうだろうかね。ほんとね、どっちがどっち勝ってもおかしくない。もうどっちも勝ちという結論はなしですか？それはなしですね。決めましょう、勝敗をね。非常に迷うな。ま、迷いますが、こうやって数字を見比べれば、俺の中では答えが出てきましたね。はい。結果発表といきましょう。実況5回目、シゲノゴロウと対決してみました。結果は、シゲノゴロウの勝ちということでよろしいでしょう。はい。
負けですよ。なぜ、シゲノの勝ちかというとですね、これやっぱイニング数10イニング。まあ、10イニングって言えば約ね、ピッチャーで言えば、1試合、2試合の差がありますからね。まあ、登板が互いに先発24登板。まあ、シゲノ25登板と先ほど書いてましたけど、あれ中継ぎで1回登板してるらしいんでね。でも、先発登板自体は同じ登板数ですから、まあ、それで10イニング離れている。で、やっぱなんと言ってもね、防御率で勝ってるとはいえ、やっぱね、勝ってる投手の方が魅力的なんだよね。そこなんだよ。13勝と9勝ですからね。勝率5割と5割9分1ですから、もうその部分だね、俺的には。やっぱね、勝てない投手は魅力を感じない。防御率が多少悪くてもね、勝ってる投手に僕は魅力を感じるので、まあそういう部分を見て今回は重野の勝ちということで、いいんじゃないでしょうか。もちろんですね、僕の作った選手の方が上だよという方も、いるでしょう。そういう方もいてもね、当然です。これは本当に意見が割れると思いますのでね。まあでもこのシリーズは僕が勝敗を決めますので僕が決めるのならば、まあ、今回は僕の選手ではなく重野五郎の勝ちというね結果でこの実況終わりたいと思います。いい選手は作ったんですけどね、勝てない投手は魅力を感じない。勝てるようになれピーマン。まあ、これからはもっともっと勝てるような投手を作っていきたいと思います。では実況5回目これにて終了だ。また重野五郎とは対決いずれしたいと思いますのでね、リベンジしていきたいと思います。この選手と戦ってほしい、あの選手と戦ってほしいというリクエストがある方は動画のコメント欄でも構いませんし、私のツイッターの方に送ってきてくださると、リクエストに答えたいと思いますのでね、次回の実況も楽しんで見てくださると嬉しいです。グググググバイ、また会いましょう。